はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。えー、今日は、ダブった時の対処法、バリです。なんか、ヒロシですみたいに言っちゃったんですけど、バリですね。で、以前、あの、エラー品が、えー、っと、ちょっとダブっちゃった時にいいよっていうのを説明しました。まあ、俗に言うエラー品っていうのは、じゃあ、あの、例えばこう、通常版のおまけがこちらですね。 これは2010年でもう廃盤しちゃってるおまけなんですけどこれが通常版です。でエラー品がこちらですね。こう分かりますか真正面向いてるんですけど顔が斜めになっちゃってるんで首かしげてるよねみたいな感じになっちゃってるんですよ。まああとこんなのとかあって。 これももう2006年ぐらいの負けなんでも廃盤しちゃってるんですけど、まあ、通常版がこれでエラー品がこれなんですねで何が違うかっていうとあのこっちのやつがえこっちに来ててこっちのやつがこっちに来てるというあの逆向きになっちゃってるんですねでこれはまあ4から5個に1個ぐらいの確率であるエラー品なんですけどまあこういうのでこう別バージョンで集められるよっていうまあ一応エラー品でした だけど、こういうエラー品ってまあ当たんないよね現実的じゃないのでちょっともっと現実的なバリですはいこんな感じで、えー、バリのおまけを持ってきましたでバリのおまけなんですけど基本的にあのー、じゃあこういうバリね紹介しますね バリっていうのは、おまけの周りにくっついてるこういうやつです。わかりますこういうなんか透明のやつあるじゃないですか。これが俗に言うバリですね。で、通常版と比較していきましょう。で、こちら、えー、左がバリがないやつで、右がバリがあるやつですね。わかりますか全然違うでしょ。羽根付き餃子みたいになってるんですよ。右のバリがついてるやつは。だから基本、こう、バリっていうのは、あの、 こういう薄いものだと、羽根付き餃子みたいになってます。で、こちらもですね、こんな感じで、あの、バリが周りにくっついてるんです。こっちはくっついてないバージョンですね。で、じゃあこういうバリが珍しいのかっつったら、そうじゃないんですね。今紹介した、こういう薄いバリです。要は、羽根付き餃子みたいなバリって、全然珍しくないんですよ。めちゃめちゃ数で回ってるんですよ。 じゃあ基本的にじゃあどんなバリが珍しいのってなるじゃないですかもっと濃い色のバリですこんな感じですねでここがですねあのもう濃いじゃないですか色がなんならこの成型色と同じだよねっていうもうこれバリっていうそのもうぐらいの感じの濃い色のバリです大きいおまけ 例えばメタキンだったりとかハンギョマンだったりとかこういう今紹介したでかいおまけっていうのはもっとリューターで削りやすいんですよだから要はバリが残りにくいんですねで小さいおまけ例えばこういうものこれライオンなんですけどこれ比較的こう小さいおまけなんで こうリュータータでで削りづらいいじゃないですかだからバリが残りやすいんですよ。基本的に小さいおまけのバリはあんまり珍しくなくて大きいおまけのバリっていうのは珍しいんですね。バリって僕珍しいのが基本的に1ミリからって思ってるんですよ。だからこれのここの部分なんですけどこれ大体1ミリぐらいなんですよ。これはまあ比較的 珍しいんですけども大きいおまけの大きいバリよりは珍しくないんですよで大きいおまけの大きいバリってどういうやつかっていうとこういうやつですこちらですね腕のところちょっと注目していただきたいんですけどめちゃめちゃでかいバリくっついてるじゃないですかだから基本的にこういうバリですねこれも 1mm より全然大きいのでで比較的大きいおまけじゃないですかでこれが一番珍しいんですね 大大ききいいいおまけの大きいバリなんでで一番珍しいですだ基本的に小さいバリっていうのはあんまり珍しくないですね大きいバリからが珍しいで特に珍しいのが大きいおまけの大きいバリこれが一番珍しいですかねという話でしたじゃあ今日は こんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。twitter イ,インスタセカンドチャンネルやってます。詳しくは説明欄に記載してます。